マサキは、西木キギ木ニ族の常緑低木。別名、大場マサキ、長場マサキ、小場マサキ、欧州マサキ、薬島マサキ。樹高は1から5メートルになる。若い茎は丸く、緑色。葉は、短い傭兵を持って耐性し、傭心は、東乱円形から楕円形で、長さ3から8センチメートル、幅2から4センチメートルになり、厚く角質で、 強い艶がある。葉先は、A 頭で、基部は、円形から、くさび型、円には、低い虚子がある。不入りのものもある。下記は6から7月。今年枝の上部の溶液から、中酸果樹をつける。花は、黄緑色で小さく、目立たない。秋に果実が熟すと、劣化して、大々赤色の仮種皮に覆われた種子が現れる。マサキの葉を餌とする昆虫としては、 蜂によく似たがの一種である、身の薄葉が目立つ。晩秋に浮かして、昼間に飛び回り、先の方の細い枝を取り巻くように乱海を生みつけ、翌春孵化した幼虫は、集団のまま膨らみつつある新芽に食い込む。少し大きくなると、成長した葉も集団で産食するので、部分的に葉が食い尽くされて、食害箇所がよく目立つ。中国、朝鮮半島、日本に分布する。 海岸近くの林に生育する。刈り込みに強く密生することから、生垣や庭木としてもよく用いられる。なお、日本では平安時代に貴族階級では途中という競争材が使われていたが、これは途中化の途中ではなく西木義科の真先とされている。ありがとうございます。